総栄メイトは、かつて、三重県桑名市総栄町にあった、複合用トビル。なお、当ビルの正式名称は、総会ビルであるが、当ビル入店者で組織される共同組合の名称である。総栄メイトが、当ビルの名称として、広く知られていた。2020年7月31日に閉館し、総会ビルは、今後取り壊される予定である。 総栄ビルと桑名駅東口とは直結しており、同駅東口のロータリーに面する。飲食店、物販店、サービス店、事務所、診療所など商業店舗と住宅が入居する複合用途ビルである。主に、1階から2階は飲食店などの店舗が3.4階は、事務所や診療所などが5.6階は、住宅が入居している。2階の西側で入り口は、 クワナ駅東口京上駅舎から東ビル、クワナ駅前、バスセンター、西クワナ駅方面へとつながるペデストリアンデッキと接続しており、また2階の東側で入り口は連絡橋を介してサンファーレと接続されており、東ビルを通ることにより、クワナ駅東口からサンファーレまで雨に濡れずに行くことが可能である。 1969年に着手された桑名駅前市街地再開発事業の一環で、当ビルは施設建築物 N 棟として建築が計画され、1973年10月に完成、共用を開始した。同再開発事業では施設建築物 E 棟として商業ビル、パルビルも1972年10月に建設されたが、そちらは、 テナント売上高減少により1997年7月には閉鎖、建て替えが行われ、店舗、事務所、分譲マンションが入居するサンファーレとして2006年4月に開業した。当ビルは老朽化が進行しており、はじめは建て替えを検討していたが、同時期に桑名駅の改良工事が進行していたため退居が妥当と判断された。その末、 2020年7月31日をもって、全テナント含め閉館する意向を示した。中には開館当初から閉館まで入居していたテナントもあり、桑名駅前を象徴する商業施設の閉館として広く報道された。閉館が決まって以降、テナントは店舗により順次閉店したが、2020年7月31日をもって全館閉館した。 4から5年をかけて解体される見込み。1回ク名ナ駅、東口ロータリー側入り口2回ク名ナ駅、側入り口。ありがとうございます。